2020年8月28日普通にうぷぬし様の通院コース美濃林町から小松島日赤病院までです。美濃林町付近の国道55号バイパスを北上、新中川大橋を通過し小松島市、伊原地区の次の信号を曲がり小松島市街へ。あとはなんか適当です。適当。これ毎月行くからたまには違うコースでもいいかなって思うんやが、他のコースにしてもやっぱり朝は渋滞するからな。そもそも予約制だから遅刻したら大変だし仕方ないんじゃないかな。これは眼底検査やから帰りは運転手がおかんになるから車載録画はしてへんで。めっちゃフラフラ走るからね。ちなみに右側は東側、明るいのは朝日の光ですね。確か8時くらいだったかな。見せられないよが一杯になるから昼間は田舎道がええな。っていうか全部隠すの無理じゃん。まあ法律上はいいらしいんで、とりあえず許してもらうということで。空がなんかの絵みたいやな。最近昼間に車載録画してないから空ってこんなだっけって、うぷぬし様感動してますよ。この道路、辰巳工業団地の朝ラッシュがあったけど、中川大橋が4車線化ですごい渋滞減ったよな。ギャングなスポーツカーがみんな坂道発進大変そうだったもんね。ちなみにギャングなスポーツカーって言っても、現行車種はほとんど坂道発進アシストみたいなんあるんやろ。あれ楽そうでええわ。でもスイフトスポーツの現行ついてなかったね。なんでだろ。庶民カーだからか。
右の雲が電魔に見える。いくらセリフがないとはいえ、ちょっとそれひどくない？お姉ちゃんとしてはちょっと許しがたい。おい、なんか交差点曲がる予定やったやろ。ルプヌス様ですら忘れてたらしいけど、この日ぼーっとしててまっすぐ走っちゃったんだって。本気で覚えてないまま編集してるのがバレバレやんけ。ってことで、そのままルピアのところから曲がるとするで。ここら辺ってなんか信号機多くない？そこそこ連絡取りつつの信号機だからいいけど、これバラバラで止められてたらちょっとイラッとするレベルで数多いね。ほぼほぼゴールです。お疲れ様でした。まあ、これは何度も支えしても無駄なくらい暇な支えやった。やっぱり脱輪するような道路じゃないと。ほなね。